ベスト10、光明が選ぶ画像の中で最も皆さんに伝えたい画像のベスト10で、それがね、ボリューム22、ボリューム22に写ってる画像、まあ、一つ目は雲が空き地っていうか、そこに降りてくる現象、よくある現象だと思うんですよね。ところがそれが女神様の形、羽衣を持った女神様の形なんですよね。でよく見るとね、こうお相撲さんが持ってるこういうセンスあるじゃん、センスっていうのは、あれ行事みたいな、あれを左手に持ってるんですよね。そういうような感じで見えるね。まあありがたい、自分は最初は、まあ最初、一番最初の画像だと言っていいぐらいですね。龍神の雲から始まって、仏様の雲とかそういうのがどん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 不動明王様とか見れるようになって、この自分はこの誰かって言うか、吉祥天様の雲っていうか降りてきた姿、周りにもいくつかいらっしゃる、それははっきり見えないんですけどね。そういう雲の降りてきた、その目の前に降りてきた姿がもう女神様っていうか、そういうのに見えたもんだから、ちょっと当時ね、写真を撮ったんですよね。で後から見るとやっぱりどう見てもね、なんかこう羽衣をこう着た、こう手にこうなんかセンスを持ったようなね、女神様がね写ってるんですよね。でこれはね、不思議だなと自分は、その時はね、それはまあこういうものってありがたいよなって、仏様の写真ってありがたいよなと思って喜んでたんですよね。ところがこれの次に流す映像っていうか、これってね、この次に流す、続けて流す映像はそれと打って変わってね、ちょっと宇宙的なものを映ったんですね。それはいつも行くダムの山の斜面にその姿が映ったんですよ。それがUFO の形なんです。自分しか分かんなかったんですけどね、他の人に見せても最初よく分かんないなって、光のなんかこうゴミでなんだかじゃないかなってずっと言われ続けたんだけど、見れば、見る人が見れば分かるような、こう A のね、大きいこう A の形したね、母船があって、その後ろにオタマジャクシみたいな、こう、まあ、うちが接してるニール君っていうね、その宇宙の UFO の小型機が前の方に映ってるっていう、そういう映像が映ったっていう、その一部始終をちょっとね、これからちょっと、まずはね、その吉祥天様、雲が降りてきたっていうね、ちょっと画像をね、皆さんに見てもらおうと思うんですけど、いいですか、それお願いします。もう早速ね、今この画像で指さして、ここで指してるように、そこのあたりにこう衣を着た女の人が映ってるんですよね。はい、これよく見るとね、扇子みたいに持ってるんですよ、なんかこう右手に、ここにで、こう、かごのものこれがあって、女の人ですよね、女の人、この白いこういう、なんかこういう顔が、今これやってる、ここの顔、細長い顔、上がその平安時代みたいなあれですよね、なんかお姫様みたいな、で ここの手にこうセンスっていうか、あれ持ってるんですよね。で長いこうスカートっていうか、こうふわっとした格好で、顔が主長ですね。うん、羽衣みたいな、そう、これ何年前よ、もう一番最初だから、もうかれこれも6年7年前になるんですか。あ、違う、5年前だね、これちょっと音が、ね、これなんで音が聞くんだか分かんないね、止めといたのね。その
これを見ていただきたいんですよ、まずね。それでこれについてね、後ろにもね、実は映ってるんですよ、この変な形の、今うち刺してるように、ここにこうバッテンになったこう、こううっすらと白いこう、A のようなね、宇宙船みたいなのが見えるんですよ。多分、ここからこう降りてきたかなと思うんですよ。で、うちらがいつも見てるここに、光がこの間も映ってるけど、いつもここになんか空間みたいなのができ、で夜行ったらできるんで、下走ったるのがここなんですよ、いつも。それはあの畑のところ。そうです、そうです。いつもそのここ走ったるく、ずっと走ったるく。そう。麦畑のね、走ったるく例の場所なんですよ、ここがね。うん。で、山にあの光が降りてきてっていうのが、そっちの光。ちょうどその上が、こういう風になって、最初のうちにこういう形で出てきたんですよね。これだったらほら、ね、まるきりほら、そう、奥の方にほら、女神様が降りてきたってとこ大興奮だよね、これね。これ、これ。車止めてしばらくして、しばらく回してるけど、一向に消えないという感じですよね。次だからちょっと止めてください。で、それをそれでちょっと話があるんですよね。実はね、